サム、どこにいるの？ここが集中時だぞ。サム、ジンジャーとかくれんぼしてるの？違う、行って。修行中なんだ。修行？居眠りの？違うよ。暗くなると家の場所がわからなくなるだろ。夜中に家に帰るときどうする？私がライトをつけるし、あなた夜に出かけないでしょ。もしもの話さ、もしも夜になったら勝手に光る家を発明してほしいよ。それなら私たちで作ってみる？おお、それは新しいな。やあみんな、今日はまた新しい家を作るわ。今回は特別、暗くなると光るの。しかも海辺の高い家よ。またす、光る家ってどういうことさ。それは普通の床と壁でしょ？ LED とかないの？土台は他の家と同じなのよ。床と壁、ね。それじゃあ1階から作っていきましょう。ランプだけの家ってどうかしら。スタイリッシュだけどさ、明るすぎてお家暑くなりすぎるよ。サム、空想してないでちょっとは手伝ってよ。ほら、このカウンターはどう？僕がデコレーションすれば可愛くなるぞ。スライムだって夢を見るんだ。その間、カーテンの作り方を教えるわ。カーテンをこうやって形作って、サムが見てない間に、よっと。よし、あとは棒にのり付け。こうやってこうするの。これならふわふわのカーテンに見えるでしょ。ファンが来た時に隠れられないからね。自分を人気者だと思って。でもあなたの飾り付けのファンが一人いるわ。それが私。働いたらコーヒーも欲しくなるよね。用意してあげるわ。はい、ほらね。スターバックスだ。嬉しいな。ショップでやってくれるみたいに名前書いてよ。あなた今日は自分大好きね。そのうち自分の絵で壁を埋め尽くすんでしょ。いや、本家のチャンネル登録が500万になったから。そうね。それでその卵は何？いや、コンロを作ってたからオムレツ食べたくなって。それにコーヒーもあるから朝ごはん。そうね。でもまずはお家を作らないと。それじゃあ出来上がるまでは腹ペコか。ほら、このコンロ見て。フライパンとお鍋、もうすぐ料理できるわ。間に合ったわね。料理の魔法。はい、さあキッチンの飾りを続けましょう。これでキッチンが出来上がったわ。お皿と瓶の棚をここにね。道具の並んだレールも。スー、食べ物が腐っちゃう。冷蔵庫を作ろう。いいわ。針金のフレームをつけて、真ん中に小さな部品。はい、冷蔵庫ができたわ。このお家のせいで傘作りたくなっちゃった。ありがとうサム、うちの内装にぴったりだわ。でもどういうこと？光るお家のはずだったけど。忘れてないわよ、大丈夫。夜にはあったかい光で包まれるわ。ちょっと遅れてるからスピードアップ。うわぁ、魔法で居心地がいいね。魔法はこれから。はい、サムのいいアイディア。キッチンに水槽よ。もうすぐ完成。はい、それからここも。こうして壁に取り付けてライトをつけましょう。大人の人とやるようにね。スースー、椅子を作ったんだけどさ、テーブルも IKEA の説明書通りだったよ。かわいい猫の絵も飾りましょう。テーブルを飾りつけるわよ。お客さん用に椅子は4つ。よし、テーブルには七面鳥ね。感謝祭じゃないけど美味しそう。感謝祭じゃないけど美味しそう。これは長年の修行の成果よ。キッチンのお掃除とかのね。それじゃあ僕にはできないや。でも僕が給仕したらチップはたくさんもらえるよ。配線を屋根に通していくわ。大人の人とやってね。それじゃあ階段へ。
螺旋階段にするわよ。ちゃんと登れるように。お城の階段みたいだ。寝ぼけて降りたら危ないやつで、IKEA の説明書好きだったわよね。これ手伝って。お任せあれ。できた。じゃ、飾り付けしてくる。それじゃあ次のお部屋の土台を始めるわ。それじゃあ1階を作っていくわよ。ここも壁から始めるわ。よし、じゃあ家具を入れましょう。ふかふかのソファー。ふかふかのソファーにはクッションがたくさんいるよ。この素敵な戸棚をご覧なさい。いろいろ入ってるわ。ここに置きましょう。それから壁掛け時計。壁に棚をつけるから見ててよ。いい子ね、サム。ソファーにクッション、棚に時計、壁には棚がついたわ。デザートのトレーも用意したよ。食べるの我慢するの大変だったんだ。偉いわ、偽物を食べるの我慢するだなんて。考えてたんだけどさ、家を光らせる方法とエッフェル塔を夜にライトアップする方法。大変な作業よ。でもその価値はありそうだけど。スー、エッフェル塔には2万個のライトがいるんだってね。1時間に5分つけるためだけにだよ。お金かかるんだろうな。世界中から観光客が来るんだから、きっと黒字よ。さあ、遊戯室ができたわ。これで2つ目のお部屋。それじゃ玄関を仕上げましょう。うん、これでよし。デコレーションの時間だ。1階をサムに任せてる間にブランコを見て。周りを葉っぱとで飾ったのよ。一回作るので疲れたらここで休むんだ。真の芸術家だからね、ここで想像するんだ。それからランプをここに。もっと明るくね。見てすぐわかったわ。素敵ね。ありがとうス。このブランコ家の中ともマッチしてるね。そうよ、このブランコはビーチのお部屋のためのものだもの。ここに夏っぽさを増やしたよ。ほら、お部屋の飾り付けを続けましょう。ここには樽よ。いい考えだな。ビーチっぽいでしょ。植物と石で飾るわ。小さなシャベルも。貝殻って大好き。耳に当てると海の音がするんだ。心が落ち着くんだよ。サム、落ち着いてないで。あともう少しなんだから。サマーベッドがないじゃないか。シャンデリアを配線につないだわ。大人の人とやってね。シュー、家は仕上がってきてるけど魔法の光なんてどこにあるの？そうね、ここまでは普通のビーチの家ね。音楽を奏でることはできるんだけれど。でも魔法は待ってのお楽しみよ。もう待ってないよ、早くして。屋根の一部を作ったよ。はい、どうぞ。屋根は斜めに合わせるわ。その片方にはこうやって紐を垂らしてミニランプをつけたわよ。これでお家がもっと綺麗になるわ。絵を描く部屋はもうあるから、ここは音楽の部屋にしよう。このピアノは屋根裏に持ってこいね。暗いところで綺麗なはずよ。雨よけに屋根をつけて、最後の魔法をお待ちかね。スー、花持ってきたよ。わあ、私の好きなバラ？じゃあないんだけどさ。っていうかバラ好きだったんだね。いいのよサム、この子も大好きよ。それじゃテラスを急いで作るわ。ここはビーチの家だっていうのを忘れないでね。この石もユニークに飾るわ。ビーチ行きたいな。そこには海と太陽と海と太陽があるんだ。サム、
ビーチなら作ってるわよ。海苔を使って。海を海苔で？冗談だよね。海苔の中で泳げって言うんじゃないわよ。ここには配線をつないだシンプルな電球ね。白い石も光るのよ。ちょっと海苔を加えて乾かすだけ。それじゃさっさと終わらせよう。また綺麗な家がコレクションに。でも肝心なとこがまだないな。光ってない。サム、私が今まで嘘ついたことがあって。スー、スー、何が起こったんだ。うわー、見てくれてありがとう。みんなも綺麗なお家を作ってみてね。チャンネル登録もよろしく。暗い中でも光るんだな。バイバイ。